皆さん、こんにちは、大地です。今日もね、公園で来てる仙台のホテルの部屋からですけれども、まあ、無事仙台の公園から終わったんですけどね、ちょうどね、なんていうの、ポケモンイベントとかぶってましてものすごいこの、ポケモンフィーバーしてたんですよね。なんか全世界で年3回だかなんかしかやんないイベントとかなんか聞いたような気がしますけど、でそれのね、場所として仙台が選ばれて、まあ、ものすごい量の人が来て、でなんかもうこのポケモンのなんか紙でできたねサンバイザーみたいなのをかぶってでこうスマホでやってるっていうね、僕はちょっとやったことないんでわかんないんですけど、まあなんかレアポケモンがゲットできるのかなちょっとわかんないですけどね、まあみたいなのですごいフィーバーしてたわけで、そんな中で、まあ、仙台駅に入ってきて僕もね、でなんかね連絡くれた人がいたわけ、講演会はいけないんだけど大樹さんのね、ビデオで救われたので、なんかもしね、5分でもちょっとご挨拶ができるんだったらさせてもらいたいって言って岩手から出てくるっていうんで、まあ、仙台駅で会ってさ、でちょっと話を聞いてたわけで、まあサラリーマンやりながらコーチングやっててね、でまあ頑張ってほしいなと思うけどやっぱ見てたら難しそうなのね。でコーチング好きなのは伝わってくるけど、でもやっぱコーチング好きなだけじゃビジネスにならないからね、なんかコーチングが欲しいですっていう人はそんなにいっぱいいるわけでもないし、だからやっぱり相手目線に立ってね、相手目線に立つためにはどんな人相手にね、サービスするかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、まあでもその上でね、相手目線に立ってやっぱりその人が本当に求めてることって何なのか、でその人にどういう言い方したら伝わるのかってこう考えていったら、必ずしもあんたがやるのはコーチングとかねじゃないかもしれないよっていうような話をさ、してで本当に家族もいるんだからね、で夢とか思いだけじゃ食っていけないから、でビジネスにして工夫をするんだっていう、まあ、話をしたんだけど初対面の人にね偉そうにね、まあでもなんかこのままじゃダメだなと思ったから、まあいろいろ話したのさ、でねちょうどさポケモンのねサンバイザーを配ってたからさ、それもらって写真撮ろうって言ったの、一緒にで一緒に写真撮ったの。しないよそんなこと普段だって、全然そういう趣味ないもの、子供に頼まれりゃやるけど、ディズニーランドではまあ被り物をねしたりしないでもないけど、街中でなんかしないよ、別にポケモン好きなわけでもないし、なんだけどなんでそういうことするかっていうと、やっぱりクライアントに、まあクライアントでもないんだけどさ、その人はさただビデオ見てくれたってだけなんだけど、やっぱその人にさ、せっかく会ったからには変わってもらいたいし、なんかインパクトを残したいんだよね。でなんか大樹さん、あの日ね、ポケモンのお面一緒にかぶって、ね、ここから人生変えるんだぞって言って写真撮ってくれたよなっていうのがこう印象に残って、頑張れるんだったらね、なんかそんなの被るぐらいなんてことないじゃんって話で、まあ19年経ったコーチもね、いまだにもういろんな手を使いながらやっぱりインパクト残そうと頑張ってる。でそれぐらいコーチってね、一緒にいらんないんだよね、クライアントとね。まあなので、一緒にいられる時間は、やれることね、やってみるっていうのがね大切じゃないかなと改めて思いました。今日はここまで、それじゃあまた。